はい、こんにちは、116ウィンズです。さて、シーズンも9月に突入、レギュラーシーズンも残すところあと1ヶ月、プレーオフ争いも大詰めといった感じですが、先週8月末にちょっと衝撃的なことが起きましたよね。残念ながらプレーオフ争いから脱落してしまったエンゼルスを中心に FA 間近の選手を一気にウェーバーにかけて主力クラスに近いレベルの選手たちを一斉に市場に放流。特にエンゼルスはトレードデッドラインで勝負をかけて獲得したジオリとロペスを筆頭に多数の選手をウェーバーにかけるなど、今季は完全に諦めたことを半ば宣言するような格好ともなりました。ウェーバーでは勝率の悪いチームに獲得の優先権があるため、主要な選手たちですとジオリとロペス、さらにムーアの3人がエール中地区優勝争いでまだわずかにチャンスを残すガーディアンズ移籍となり、さらに NL ワイルドカード争いの中のレッズにはレンフロー、さらにはヤンキースからウェーバーにかけられていたベイダーの2人が移籍しました。トレードデッドライン以降、基本的に他球団から選手を獲得する形での大きな補強は難しいのですが、今回のいわばウェーバー祭りのおかげでガーディアンズとレッズはこの時期としては異例の補強ができましたよね。今回こうして一斉にウェーバーにかけられた背景としては、ウェーバーでは残りの契約そのものが獲得したチームに移りますので、シーズン残り1ヶ月分の年俸を節約できる点が特に大きく、エンゼルスなんかは贅沢税の適用対象となる年俸総額をわずかにオーバーしていましたので、プレーオフ進出の可能性がほぼついえた今、大量の選手をウェーバーにかけることでどうにか贅沢税を免れようとしたと。またプレーオフ争いから脱落した状況下で、今季限りでいなくなるであろう選手たちにこれ以上出場機会を割くのもあまり意味がありませんので、若手のためにロースターを開ける意味ですとか、8月末までに新しいチームに移籍できればプレーオフ出場資格がありますので、ベテラン選手たちに他球団でプレーオフ出場のチャンスを与えるといった意味もあるかとは思いますが、まあ金銭的な理由が一番大きなものではあるでしょうかね。という感じで、最近の8月末としては異例のレベルで大物選手が移籍したんですが、ただ果たしてこれがリーグの移籍市場として健全だったのかは何とも言えないところです。もちろん今年のエンゼルスレベルにオールインした後に1ヶ月で大失速するチームは珍しく、しかもウェーバーにこんなに主力レベルを大量に放流することも普通は考えにくいんですが、さすがに露骨に白旗を上げた感が強いですし、しかもウェーバーなどで多少の節約につながることを除けば、若手有望株という意味では何の見返りも得られないわけで、まあなんと言いましょうか、8月頭を過ぎてからトレードが認められていませんので仕方ないとはいえ、無条件で戦力を大量に売り渡したような動きになってしまった点ではあまり格好はつきませんよね。しかもウェーバー経由の移籍ですので、たまたま8月末時点で少し勝率が低かったコンテンダーがそれら選手たちの獲得において有利になるというのも、コンテンダー内での獲得のチャンスやそれにかかる対価という点で平等ではなく、移籍市場のあるべき姿だったか、これまた微妙という感じです。本来補強するんだったら相応の対価を支払って、多くのコンテンダーがトレードデッドラインで補強してるわけですからね。それが1ヶ月の違いで有望株という意味での見返りがゼロとなり、しかも下位チームが優先されるというのはどうなのかなと。例えば今激戦の NL のワイルドカード争いで8月末の勝率が低かったマーリンズ、あるいはレッズに仮にジオリとロペス、ムーアクラスも加入していたら、本当に展開が変わりかねなかったですからね。8月頭以降のトレードを MLB が認めておらず、ただ8月末までに移籍すればプレーオフに出場はできるという制度設計上、今回みたいなケースは今後も起こり得るとは思いますし、チーム側もルールにのっとってやっただけではあるんですが、 MLB が目指す移籍市場の形では必ずしもないのかなと思ったところです。ちなみに少し前、2018年までは8月もトレードができました。今と同じようにトレードデッドライン自体は7月末に設定されていたんですが、実はこれは完全なデッドラインではなく、8月以降もトレードが可能というちょっとややこしい設計となっていました。7月末まではどのチームとも無条件でトレードができるんですが、8月以降はウェーバーを介したトレードという形が取られ、選手が撤回可能なウェーバーを通過した後は全球団とトレード交渉が可能でしたし、また通常のウェーバーと同様に獲得したいチームがいる場合はそのチームとトレード交渉することも可能でした。また撤回可能とありますように、一度に限りウェーバーを撤回することが可能で、例えば意図していないチームが獲得に名乗りを上げてきた場合ですとか、そういった場合は選手をウェーバーから引っ込めて残留させることもできました。一般的に8月にトレードされやすい選手として、残り契約が金額的に重い選手が多く、まあウェーバーで獲得したら残り契約すべて引き継がないといけませんので、そういった選手が必然的にウェーバーを通過しやすいというわけですね。8月に移籍した選手の例ですと、2017年にタイガースからアストロズへ移籍したバーランダーのケースなんかが有名で、当時調子を落としていたアストロズがバーランダーを獲得したことで結果的に世界一につながったこともありましたので、8月のトレードも結構響いてくる場合もあったと。ただそんな8月のウェーバートレードも夏の移籍市場の活性化やスピードアップ、さらにはオフの間からの補強を促すことなどを目的として2019年から完全に廃止されてしまい、現在は7月末ないし8月頭のトレードデッドラインが完全なデッドラインとして運用されています。2つのデッドラインがあるのはややこしかったので、よりシンプルになったのは悪い話ではないと思いますが、ただじゃあ今のまま7月末8月頭にトレードは完全に終了でいいのかと言われると、状況も異なってきてはいますので必ずしもそうではないかもしれません。
そもそもとして2019年の時点から GM 間では7月末が本当のデッドラインでは早すぎるという声が出ていたようで、トレードデッドラインを8月中旬に後ろ倒しする案をこの年の GM ミーティングで議論する予定であると USA Today ボブナイチンゲール記者が2019年7月に伝えていますし、またサンフランシスコクロニクルのジョン・シェイ記者が先月出した記事の中では GM 間でトレードデッドラインを8月中旬に変更する案がたびたび議論されてきたことも明かされています。やはり7月末時点ではまだシーズン60試合程度残し、残り2ヶ月でどんなことも起こりうるような状態で買い手と売り手どちらに回るかの判断は容易ではなく、さらに昨年からプレーオフの出場枠が両リーグ合わせて12チームにまで拡大し、プレーオフを狙える位置につけるチームがさらに増えている中で、特に売り手に回る決断は今まで以上に難しくなっているのかなと。今年のトレードデッドラインなんか見ても買い手と比べて売り手が少なく、またどちらのスタンスか決めきれずに終わったチームも複数出るなど、フロントも動き方に苦労している様子も伺いましたよね。加えて先ほど登場しましたシェイ記者はトレードデッドラインを8月中旬とすべきだと主張しているんですが、その背景にドラフトが現在は7月開催に変更され、そこからすぐに迎えるトレードデッドラインにシフトするための時間的な余裕があまりない点も指摘していて、これはおそらくフロントの負担という意味でもそうだろうなと個人的に感じているところです。実際私も今回のようなウェーバー祭りみたいな事態が起きたのを見ますと、2つのデッドライン時代に戻らずとも、まあトレードデッドライン自体を少し後ろ倒ししてもいいんじゃないかと思う部分もあります。8月上旬はまだまだプレーオフ進出確率が結構上下する時期で、今年で言えば8月1日から8月15日までのスパンでファングラフスのプレーオフ進出確率を 10% 以上下げたチームが7チームも出るなど、シーズン終盤に入って調子を落とすチームもいれば、逆もしかりで8月中旬くらいであればもう少しプレーオフに向けた視界はクリアになってくるのかなと。売り手に回るのか買い手に回るのかの判断に使える時間も増えますし、追いかける側のチームであれば残りの試合数と埋めなければいけない差を現実的に捉えて、売り手と買い手のバランスがもう少し取れるようになれば、今年の夏成立しなかったようなトレードが成立する展開もあり得るのかなと。特に今年のエンゼルスは8月末で悲劇的な解体を迎えてしまいましたが、そういったチームが8月中旬くらいまでトレードできるとなれば、今回のように8月末になって主力クラスを一斉にウェーバーにかける事態もある程度回避できるはずなので、移籍市場のあり方としてはこちらの方がいいように感じてしまいますが、どうでしょうか。もちろんこういったことが起きたからこそ今回このように感じただけで、ここ数年のトレードデッドラインでは大きな問題は生じていなかったわけですし、別にいつの時期にデッドラインを設定してもエンゼルスなどのような事態になるチームはゼロにはなりませんし、また今年のトレードデッドラインに関してもプレーオフ争いに近い位置にいながら売り手に回るチームがそこまでいなかったからこそ、今の特に NL の激しいプレーオフ争いが見られている側面もありますので、デッドラインを動かせば全てが良くなるわけでもないとは思っています。MLB も実際のところ2019年に8月のトレードを廃止した時点でデッドラインを後ろに動かす方向になるともあまり思えません。ただ冒頭でも触れた通り、おそらく MLB もこういった形でウェーバー祭りが起こることを良しとは考えてはいないと思うだけに、次の CBA 交渉あたりでトピックになってもおかしくなさそうですが、そのような動きには今後つながっていくのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。